始め。はい、どうも、秋トントンです。今回は、この問題解けますかっていうことで、やっていきます。いきなりやねんけど、この問題解けますかっていうことで、この X を求める問題やねんな。で、これは中学3年生以上やったら解けてほしい問題やと思うねん。で、具体的に図の説明すると、これ ABCD っていうのは正方形です。OK? だから角全部90度なんよ。ってことは、とりあえず分かる角度埋めていこうってなってほしいねんな。だから、ここ90度っていうことやから、こういう風に書いて、90度、70度ってきたら、ここは20度って分かると思うねんな。OK。そしたら、45と20度やから、ここは何ぼになるかなって言ったら、ここ25度になるやん。いける？それで、その次、ここ90度やから、また、90度っていうのを示して、90、25やから、ここ65度ってわかんねんな。OK。それで、多分、ここまでは誰でもできると思うな。それこそ小学生ぐらいでも、これぐらいは出せると思うね。じゃあ、この X 次どうやって求めようっていうのを考えてほしいねんけど、もちろん、ここが求まれば一発で求まるねんけど、これ、面白い解き方があって、アキトントン。この三角形 ABF っていうのを動かしてほしいねんな。AB と AD って全く同じ長さやろ？意味わかる？正方形やから、AB と AD ってひっつくと思うねん。で、ここ90度と90度やから、綺麗に、こういう風に三角形がひっつくと思うねんな。で、ここ F' とするで。この三角形がこっちに移った感じな。ってことは、F' っていうのは、こうやってひっついてるから、70度ってわかると思うねんな。で、ここ20度ってなるやん。わかる？この ABF っていうのをそのまま持ってきただけやで。そうすると、ちょっと図が下手くさやねんけど、面白い事実としてあるのが、この三角形 AF'E っていうのと、三角形 AEF っていうのが合同ってわかんねんな。なんでかって言ったら、合同の条件っていうの覚えてる？2辺とその間の角が等しくなんねん、これ。まず AF' と AF っていうのは同じやん。だって三角形 ABF っていうのが移動してるだけやからな。OK？ じゃあまず一辺等しいって言えだと。で、その次 AE っていうのは共通じゃない？こっちの三角形 AF'E と AFE と、全く同じ場所やこれって。ってことは二辺が共通って言った。で、その間の角は20度と25やから45度。こっちはシンプルに最初に45度で出してる。じゃあ合同って言えたやん。ってことは、角度 AEF' と AEF っていうのが等しくなる。つまり、X っていうのは65度って出ねえな。面白くない？これ他にも出し方あると思うけど、もしそれ思いついたらコメントとかで皆さん議論してみてください。はい、今回はこんな感じです。どうでしたか？今、チャンネル登録してない方はチャンネル登録ぜひしてください。たまにはこういう頭を使う系というか、なんとなく面白い図形の問題っていうのも扱って、見るのもいいかなと思うので、扱ってました。基本的には普通の中学生の授業とか、高校生の授業とか、A、数、D、全部やってるので、ぜひそっちで学校の勉強についていけなかったり、予習復習したい人はそっち見てください。まとめノートっていうか、もう一回問題と答えあるので、ぜひ自分でやってみてください。はい、これはね、思いつかないよね。僕も思いつきませんでした。ただね、面白って思ったから紹介しました。で、基本的に動画、akitonton.com って調べたらあるから、そっち見て、自分で勉強するようにしてください。バイバイ。高評価お願いね。